から春の全国交通安全運動が始まりました。道庁赤レンガ庁舎前ではスキージャンプの笠井紀明選手らが交通安全を呼びかけました。スポーツに限らずこういった交通ルールの方も、厳しくそういったルールに従っていかなければ大きな事故につながっていくと思うので、イベントには笠井選手や鈴木知事らが出席しました。交通安全運動は子どもをはじめとする歩行者の安全確保などを重点目標に掲げています。道警の大木澤明弘本部長は交通事故を1件でも減らして安全な北海道の実現を目指すと話しました。今年の道内の交通事故による死者は昨日までに17人で、去年の同じ時期に比べて7人減っています。